今から環境委員会会を開会いたします委員の移動についてご報告いたします昨日までに松下新平君及び清水貴之君が委,委,員,委員を辞任されその補欠として三原順子君及び梅村瑞生君が選任されました理事の補欠選挙についてお分かりいたします委員の移動に伴い現在理事が 決委員となっておりますが、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、選例により委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。それでは理事に、朝日健太郎君、新藤兼彦君、及び青島健太君を指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。環境および公害問題に関する調査のため、 本日の委員会に理事会協議のとおり、えー、内閣官房 GX 実行推進室次長、龍崎高次君ほか14名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか、<し>ご異議ないと認め、作用を決定いたします。環境および公害問題に関する調査を議題とし、質疑を行います質疑のある方は順次ご発言願います。 辻元清美君。立憲民主党の辻元清美です。私は今日はまあ環境及びまあ公害ということで、あの水俣病の問題、それから後半は、えー、再エネやそれから原発エネルギーの問題について質疑したいと思います。まずあの水俣病の件なんですけれども。 あの私はあの議員連盟がありまして、この議員連盟のかつて会長も務めていまして、なんとかすべての人たちの健康調査や、それからご高齢になる方もたくさんいらっしゃいますので、やはりしっかりとしたあの、まあ、国の支えということをあの、政府とも長きにわたって協議をしてまいりました。そんな中で,です、ね、西村環境大臣が 先月の5月1日に水俣市を訪れていただきまして、この慰霊式に参列してくださいました、その時ですね、患者関係者の皆さんと意見交換をされたと思うんです。改めめててて大臣としては初めて水俣に行かれたわけで この水俣病の特に健康調査、これはあの政府もさまざま、この間あの、発表していらっしゃいますけれども、まあ、環境大臣としての責任と、それから、えー、これの全面解決に向けてのご決意をまずお,お伺いしたいと思います西村大臣。今あ、委員して先月、えー、水俣で開催でされましたの水俣病犠牲者慰霊式に。 参列すると同時に地域の皆様あの声をお聞きいたしました。あの広がによってもたらすもたらされた被害の深刻さというのをさらに強く認識したところでございます。あのその上でこのような悲惨な公害を二度と繰り返してはならないこと、そしてこうした歴史や教訓これを世代を超えて伝えていくこと。 また地域の方々が安心して必要な医療や福祉サービスを受けていただける環境を整備していくこと、こういったことなどについての思いを強くいたしたところでございます。あの引き続き水俣病対策、しっかりと進めてまいりたいというふうに考えております辻元君、はい、あのそしてさらにあの先月ですね、熊本県の知事や水俣病患者会の健康,健康調査の早期実施を求める要望。 これ、直接大臣、お受けになったと思うんですけれども、去年の12月には、環境省が公表されました、この MRI や脳磁系を組み合わせた診断手法を公表して、その手法を使った健康調査のあり方を議論する研究班を夏ごろまでに立ち上げたいということで、公募も始められました。 これ、いつまで、夏頃というのはもう6月ですので、もう夏でございますので、えー、いつまでに立ち上げて、どんな人が参加して、何を目的とする研究班なのか、お示しいただきたいと思います西村大臣。あの水俣病の健康調査につきましては、あの専門的な知見の充実や整理。 お図かる必要があることから、あのできれば夏頃までに研究班を立ち上げたいと考え、えその準備を進めているところでございます。あの具体的には研究班の公募を行いました。そして応募がございましたことから、あの現在その審査の手続きを進めております。あの研究班の構成員や研究内容はまだあの。 公募に応募いただいた皆様のその審査を進めている段階ですので、具体的な構成員、研究内容などは現時点においては確定はいたしておりません辻元君あの夏ごろまでにということで、もう夏ですので,です、6、7、8が大体夏と言われますので、まあ、9月は大臣、秋ですよね、いかがですか、9月は秋ですね西村大臣。 何月までが春夏秋冬という定義についてはあれですけれども、あのでき夏頃までにということで、あの気持ちといたしましてはあの、その審査の手続きを速やかに進めて、できるだけ夏といってもあの早い時期に決められるように、今、努力しているところでございます辻元君。 それでそのこれからのまあ調査、研究の中身は、これから詰めるというようなことでしたけれども、今までもですねあの同様の調査、研究、環境省を中心にあったわけですね、今までとの違いは端的に言えば何でしょうか、今まで何が不十分だったから、今回またやろうということになったのか、か西村大臣。 水俣病の健康調査につきましては、水俣病特措法において、第37条第1項で、政府が健康調査を行うということが規定されておりまして、同条の第3項においてそのため、そのための手法の開発を図ることを規定しております。ここうししたことを踏まえまえて あの環境省とすれば、まず第3項の手法の開発という、この研究を進めてきたところでございます。あのこの手法の開発によってです、ねあの、脳事系や MRI、こういったものによって、あの未実水銀の脳への影響をある程度、客観的に評価できるようになったということから、環境省におきましては、健康調査の実施に活用できる可能性のある 一定の精度にに到達しししたたたといいううふうに整理をいたしましたそのためにあの、健康調査を実施するために、この手法を用いた調査の在り方について、これについての専門的知見の充実整理を図る必要があることから、この第今度は第1項の方の研究班の立ち上げという準備を今、進めているというところでございます。 辻元君あの特措法が成立してからあのもう13年経ってるわけですで。100名近くの方が亡くなられていますで。手法の開発をするための研究とかですね、手法の開発、手法の開発で13年経っちゃったんですよ。で、健康調査はじゃあ、いつからやるのかということなんです。で、この応募の要領を見ますと、3年をめどにとなってるわけですね。 あの実はこの熊本県とかそれから近隣の鹿児島県のこの臨床研究を続けている民間のお医者さんとかですねそれから県は独自にいろんなことをやってますで実際水俣病の患者さんの診察をしているあの現地にはたくさんの医,者医師の方もいらっしゃるわけですでその方々からはですねまあ手法の研究手法の研究と今までも言われ検討されてきたんだけれども まあ日常的に診察する現場から見ればです、ね、水俣病を認定患者でさえ陽性所見が得られないというような、この検査の手法っていう指摘もです、ね、今までの過程では言われてきたわけですね。で、これ、3年をめどにって言いますけど、その間にも亡くなる方もいらっしゃるわけです。 ですから一日も早くですねこれやっていただかないとまず夏までにメンバーを決めてそこから3年をめどにですね今までの手法の開発のについてですねまたそれについてどうかというあの私はこの少なくともこの現地の,ですねあのお医者さんとか それから研究者もいらっしゃいますので、その人たちとの連携をして、一日も早く実際の健康調査を実行するという責任が、私は環境省にはあると思いますが、いかがでしょうか西村大臣。あのまず、研究班の公募にあたりましてはあの、その研究機関においては、3年を上限とするという。 いう,ふうにしておりますあの現在、応募のございましたあ研究班の審査をしているところでありまして、その具体的なあ研究の進め方についてはあの、研究班による研究計画、これを尊重してまいりたいと考えておりますがあの、こうした専門家による議論も十分に踏まえながら、健康調査の実施に向けて、あのできるだけ早く検討を進めてまいりたいというふうに考えております。 そしてまた今ご指摘のありましたあの、民間の医療機関という話がございましたけれども、あの今申し上げたように、現在、その応募のあった研究班の審査を進めているところでございますので、その具体的なあのことは現時点においては確定しておりませんが、あの研究の進め方については、今後、この研究班による研究計画、こういったものを尊重してまいりたいというふうに考えております。 辻君あのそのときに重要なのはです、ね、まあ、どういうメンバーでどういう議論をしているかということを、しっかり定期的に情報公開をしていただくということが大事だと思うんですね。 でこういう場合、特にですね、あの情報公開をすることによって、他の知見を外からインプットしていただけることもあるわけです。ですから大臣にちょっとお約束していただきたいのは、この研究班、公募で集めているという、まあ、非常にオープンにやろうという趣旨はあると思いますので、この議論の過程をしっかり情報公開していただく、これはよろしいですね。西村大臣 あの先ほどからの繰り返しにはなりますけれども、現在、その応募のあったあの研究班の審査を進めているところでございますので、具体的なことはあの確定しておりませんけれども、あの研究においては、その科学的、そしてまた専門的な議論を深めていただくということが重要だというふうに考えております。あの具体的な研究の進め方については、今後、その研究班による研究計画、これを尊重してまいりたいと考えておりますが、あの研究班の計画 研究内容についてはです、ね、毎年度末に報告書を公表することといたしております辻元君あのこれはやっぱり政府の方針だと思うんですね。で、あの毎年度末の報告だけではなくてです、ねあの、定期的に会合も開かれて、いろんなまあ審議会とか政府のプロジェクトみたいなものも、毎回やっぱり議事録の公開であったりですね、こういうことが非常に重要だと。 そのプロセスを国民また当事者に知らせるということこれは問題解決にプラスになるんですよ。 やはりり、ね、その間にさまままざな目が入りますで命がかかった問題だし、そして国際的にもあの非常に注目されてるわけです。同じような、あの後で,です、ね、また PFOS、p f a の数字も出ますけれども、いろんな公害問題が出てきていますので、えー、しっかり情報公開してほしいと思います。で特にです、ね、この環境省の国立水俣総合研究センターの水俣病に関する社会科学的研究会報告書。 でも、です、ね、公害が発生した場合に、健康調査や現地調査が問題解決に最も効果的かつ必要であると報告されています、でもう13年経って、やっとですねこの調査の開発というか、研究というか、ですねもう遅すぎると思うんですよ。ですから、最初に大臣は決意を語っていただきましたので、大臣の任命中にしっかり立ち上げて、ですね夏までですから。 そしてですね、その手法についても公表していただきたいと、まあ、ちょっと明日解散・総選挙がやるのかとか、いろいろ微妙な時期なんですけど、大臣任期中にはやるという決意を最後にちゃんと示していただきたいです西村大臣え。私の任期がいつまであるかは、ちょっと私としてもですねお答えしづらいわけでございますが。 あのともかく今、環境大臣という職責を担っているわけでございますので、できるだけ速やかに進めてまいりたいというふうに考えております辻元君あの今度ですね、まあ、関西でやられているあの裁判の,あの結果も出たりとか、やっぱりものすごく後半に至る人たちに被害が出てるわけですね。 でやはりこれはあの環境省があの環境庁が立ち上がったの原点でもあるわけで公害問題というのはあのしっかり さて、次にですねあの、エネルギー問題で、まあ、再エネへの投資、この間もです、ね、連合審査で最後に示したんですけど、相当世界中進んでおります、本委員会でもあの相当議論がなされています、また、この原発継続への投資、果たしてこれ、どちらが未来にとって有効なのかということを質問したいと思います。まずです、ね、最初にですね この使用済み核燃料問題、これですね、全部でどれぐらい今、たまってるんでしょうか、経産省お願いします山田あ政策総合総統括調整官。お答え申し上げます。 2022年の12月末時点におきまして、国内の原子力発電所と6カ所、再処理工場に貯蔵されております使用済み燃料は約1.9万トンと承知をしております辻元君。あのこれですね、2トントラックに積んだら単純に計算して1万台分なんですよね。で、この私はすごく懸念してるんですね。あの袋工事にこうはまっていくんじゃないか。 でこの全体のプールの75%が埋まってきていますで、実際、昨日の新聞です、関連の,の福井県で,の,です、ね、この原発、たくさんあるんですけれども、もともと今年し2023年までに、県外の中間貯蔵施設の計画値を確定すると約束していたとで、約束が果たせなければ原発の停止もやむを得ないと。 まあこれぐらい切羽詰まって、まあ、地元の住民も非常に懸念をしていると、でその中で、あの2000トン分の県外の中間貯蔵施設としてきたが、その1割の200トンをフランスに移送するから、これが県外の中間貯蔵施設への搬送と同じと見なしてほしいと、まあ、あのいうようなあの話が、昨日の報道にも出ております、これ、経産省は今、どのような見解持ってますか。 太田副大臣お答えいたしますあの国としてはです、ねあの、関西電力が使用済み燃料を福井県外に搬出する方針を、えー、示したということはあの、ご指摘のあったとおりでございますが、えー、関西電力が福井県にした約束をこの実現する上に上で、先ほど言及のありましたフランスへの搬出というのは、重要な意義があるというふうに考えております。えー、最終的にには福井県にご理解を いただく必要はございますけれども、今回の対応は使用済み燃料の県外排出という意味で、中間貯蔵と同等の意義があると、私どもは返しております。えー、また、えー、関西電力は、今回の200トンの県外排出という対応にとどまらず、発電所の将来の安定運転に,、えー、安定運転に必要な使用済み燃料の搬出容量を確保するため、引き続いて、 あらゆる可能性を追求して最大限取り組む方国としてもですね、あの関西電力による必要な搬出容量の確保に向けて、引き続いて前面に立って主体的に対応を行い、関係者の理解の確保に事業者とともに最善を尽くしていく、あの尽くしていく所存であります。で福井県は、国の考えも承知をした上で、 確認をした上えで、県として総合的に判断する方針というふうに承知をしておりますけれども、今後、国の考えもしっかり説明をいたしまして、丁寧に対応したいと考えております辻元君あの。これですね、まあ、200トンということで、当初、2000トン分のです、ね、県外へのまあ移送が可能になるようにです、ね、中間貯蔵施設を作ると。 いうような話も福井県と関連の間で出てたと思うんですね。で、まあ1割なんですよ。で、これ、あと大半、他にですね、どっかにそれをですね、えー、県外に移送するっていうのは、私は相当困難なことだし、地元の合意が得られないと思うんですよね。で、これ、なぜ取り上げるかというと、全国各地の原発が同じような問題を、相番抱えるわけですよ。これ、使用済み燃料、どんどんたまったらどうするんですか。 経産省、経産大副大臣、太田さん、どうですかね。今回のこの200トンにつきましては、えー、関西電力は。 リアクトの問題は、これはまた福井県としっかりお話をしていきますけれども、使用済み燃料を今後、どのように処理していくのかということにつきましては、第6次エネルギー基本計画で閣議決定をされておりまして、まずは高レベル放射性廃棄物を原容化する、それから有害度の低減を行う、さらには資源の有効利用を図るというような観点から、核燃料サイクルを推進することが 我が国の基本方針というふうふに定め,られて定められております、えー、具体的には使用済み燃料を再処理して、えー、回収したプルトニウム等を原子力発電所において有効利用するということとともに、えー、再処理に伴い、発生する高レベルの放射性廃棄物の最終処分。 を目指しておりますこうした方針を踏まえて、核燃料サイクルの実現に向け、引き続いて関係自治体や国際社会の理解を得ながら、再処理やプル,マル,プルサーマル等を推進,推進していきたいと考えています辻元君あの。ちょっと福井の問題で申し上げれば、私はこの200トンを、これ、MOX 燃料10トン、でそれ以外190トン。 でこれは実証実験でですね、あのこの前も私、質問しましたけど、モックス燃料にしたら、それは今の6か所村ができても再処理ができないとで、フランスでもこれ困ってるわけですよ、モックス燃料の再処理の方法が見つからなくって、でその実証実験のために、この200トンを出すということですから、私はこれで県外に中間貯蔵施設を作って、 しっかり県外で管理できるように、福井県の方のご,ご負担をらすやあの減らすということにはつながらないと思うんです。で、目先でこういうことはできるわけですけど、根本解決は、まあ、フランスも含めて世界中、ないんですよね、今。で、実際にですね、まあ、6か所村の再処理工場、いつ着工され、何回延期でいくら費用がかか,りましたか山田支援エネルギー調整官。 お答え申し上げます。ご指摘ございました6か所再処理工場でございます、日本原年の、えー、この6か所再処理工場でございますが、1993年に4月に使用済み燃料の受け入れ、貯蔵建屋の基礎掘削工事に着地をしておりまして、建設を開始したところでございまして、その進行予定時期については、これまで26回延期をされたものと承知をしております。またあの これまでに原子力事業者がですね、日本原燃に対して支払った再処理関係の事業費につきましては、約5.6兆円であるものと承知をしております30年前に着工して、26回延期して、まだできてないわけですよで。仮にこれができたとしてもですね、再処理したらプルトニウムが出ます、であの前回の連合審査で私、日本はプルトニウム、今、いくら持ってるのかと。 言ったらトンということなんですよこれ、6カ所をがんがん動かしたら、あの年間ですね、毎年何トンのプルトニウムがまた新たにできるんでしょうか山田資源エネルギー調整官お答え申し上げます、あの電気事業連合会によりますと、まあ、6カ所再処理工場があのフル稼働をして、えー、使用済み燃料を年間約、年間800トン再処理をしたときに回収されるプルトニウムは約6.6トンと承知をしております。はい 辻元君じゃあ、6カ所を動かして、これからやっていくっていうと、毎年6.6トンのプルトニウムがまたがん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 こうできてくるわけですよ。で、このプルトニウムの処理は、先ほどおっしゃったように、ックス燃料を作って、プルサーマルで燃やしていくというようなことでいいんですか、どうやって減らすんでしょう山田資源エネルギー調整官。 はいお答え申し上げますあの、えー、プルトニウムにつきましては、あのこれはもともと利用目的のないプルトニウムを持たないという原則を堅持して、えー、プルトニウムの適切な管理取りを行いながら、再処理やプルサーマルを推進するということが重要でございまして、まさにプルサーマルのですね、えー、計画を進めていくということでございます辻本君。この今ある45.6トンというのは、長崎型原発の大体多く見積もれば1万発分なんですよね。 でさらに六トン以上が毎年出るとでプルサーマルでモックス燃料を使うとおっしゃったわけですがじゃあ仮に次はプルトニウムをこのモックス燃料にしてプルサーマルで燃やしたとしてじゃあ使用済みモックス燃料は今再処理できるのかと言ったらさっきの福井県の話につながるんですよその技術は世界中ないわけですよですからこの間のご答弁でも六カ所村の再処理工場ができたとしても このプルサーマルの後に出てくるモックス燃料の再処理はできませんということです、そうすると今度またモックス燃料がガンガン溜まっていくわけですよ。そしたら、これは一体どこで再処理するのかと、まあ、技術もないんです、フランスも困ってるんです、で今、このモックス燃料の再処理の方法を見つけて実用化するためにいくらかかるかお金がわか,からないとで、世界中でこれやってるのはフランスと日本だけですよ。 でロシアもやるって言ってますけど、商業化はしないと。でね、私ね、結局、最初、要するに使用済み核燃料ができて、じゃあ6カ所でやりますと、そしたらプルトニウムが出てきて、プルトニウムは持てないから、減らさなきゃいけないから、プルトニウムを混ぜたモックス燃料を作ると、しかしモックス燃料は今度また再処理できない方法もないから、どんどん溜まっていくわけですよね。で、このモックス燃料の毒性については、高レベル放射性廃棄物、 の毒性がまあ約10万年でなくなると言われてて、モックス燃料はそこに至るまでどれぐらいかかるんですか山田支援エネルギー調整官。お答え申し上げます。あの現時点であの使用済みックス燃料を直接処分した場合における放射能の減衰期間に関する試算についてはあの承知をしておりません。辻<元>君 IAEA、e、のです、ね、核燃料サイクルシュミュレーションの私、今、グラフ持ってます。 でこのモックス燃料は、普通の,こうあの10万年かかるところ、100万年かかるっていうデータが IAEA でこのグラフ示されてるの、ご存知ないんでしょうか、100万年ですよ、毒性が相当強いわけです。で、これね、直接処分も難しいと、実は私、オンカロに行ってきたんですよ、フィンランドの。あの自民党のですね、当時、私、国対委員長やってたんですけど、衆議院の方ですけど、森山国対委員長と、それから公明党の国対委員長と、 あの一緒にですねやっぱりこの,さあのこの核のゴミというか方法がないとでオンカロに行きましたらフィンランドは岩盤地形でですね地下ですね4 5 0ルのトンネルを掘ってしかしですね日本は50数基原子炉があるフィンランドすごい数が少ないですからでねあの地震もないんですね日本は地下水だらけで森山あの博さんとですね これ日本で無理だねと、小泉さんもあそこに行って、やっぱり原発から早く撤退しないとというふうに変わったと言われてるわけです。でね、袋工事に入ってるんじゃないか、でもう一点ですねあの、安全保障上の問題出てます、これ、原発攻撃の話があの、各委員会でも出ておりました、パック3で守るんですか、あのイージス艦とパック3で、防衛省、いかがでしょうか。 小野田政務官原発に対する弾道ミサイル攻撃については、まず我が国全域を防御防護するためのイージス艦によって、しっかりと対処することが基本となります、その上で、拠点防護のために全国各地に分散して配備されているパック3を状況に応じて原発近傍に機動的に移動、展開させることにより、対応することも一般的に考えられます。 辻元君あのウクライナの原発が占拠されて、震撼しました、ウクライナは今、原子炉が何基、山田資源エネルギー調整官。 お答え申し上げます IAEA、e、のデータベースにより,よりますれば、ウクライナにはすでに運転を開始しており、まだ廃止決定をしていない状態の原子炉が15基存在していると承知をしております、またあの日本につきましては、日本の商用,商用原子力発電所は本日現在、廃止措置中のものも含めて57基存在しているものと認識しております辻元君あの広いウクライナに15基なんですよ。 日本はこの狭い地震が多い国土の中に57基なんですよ、そして近隣諸国からのミサイル実験もあります、パック3の射程は何キロですか。坂本部長お答えを申し上げます。 えー、パクスリ3などミサイルの射程につきましては、これを明らかにすれば、自衛隊の能力が明らかになりますので、えー、お答えできないことをご理解いただきたいと思います辻元君30キロから90キロじゃないですか、で防衛省のこれ、あの資料にもです、ね、数十キロメートルと書いてあるわけですよ。例えば、えー、九州の仙台原発、これを守るパクスリ3は、えー、どこから守りに行くんですか。 山本総括官、あのご答え申し上げます。あのパクスリ部隊の機動展開はそのとあの状況に応じて行うことになります。実際にその展開を行う部隊に関してはあの個別具体的に判断することになるため、まあ、一概にお答えすることは困難なことをご理解いただければと思います。またその上で申し上げればですね、一般論として申し上げれば、まあ、例えばあの昨年の11月に。 福井県の大井原子力発電所の近傍で軌道展開を行った際には、軌道展開訓練をですね行った際には、滋賀県の相場の分屯基地から部隊を展開しています。まあ、このようにあの原発近傍の基地に所在する部隊が軌道展開を行うことも一般的には考えられるところであります辻元君。実はね、それも射程を測ると、ですねあの数十キロのよりもっと遠いんですよ。 そうすると、危ないなって言ったら、クスリ3をトラックに乗せて、原発までで走っていくんでしょうかあのね、この間、実際に北朝鮮の衛星といわれるミサイルが飛んだときに、沖縄、アラーム鳴りまくりだったわけですが、台風が来ちゃったんですね、あの時大きな暴風の中で、パックスリー3使えなくて、方針をたたんで、そしてパクスリ3は避難させてたというような事態なんですよ。 申し上げましたようにウクライナは原子炉15基ですよ。こっちは日本は57基あるわけですね。で私はねやっぱりですねこの再生可能エネルギーウクライナでは、まあ、原発をはじめ発電所大規模の発電所が攻撃の対象になりました火力発電所も含めてで大規模発電所というのは一箇所攻撃されちゃうと。 近隣ものすごい影響が出るわけですね病院とかも電力が来なくなるそうすると大規模集中発電はあのリスクが高いで安全保障上も日本は非常に環境この周りにもいろんな国があって安全保障の問題も非常に大事ですそうなるとやっぱり地域分散型の、まあ、例えば太陽光のパネルをみんなお家につけるように補助金を出してやろうとかって攻撃のしようがないわけですよ この発電所としてですね、地域分散型のまあ個別発言、はい、終わりますで、再生可能エネルギーを中心にした地域分散型に変えていくことは、安全保障上のリスクを無力化することにもつながるし、先ほど申し上げましたように、あの袋工事になっちゃって、プルトニウムはで出る、モックス燃料にしても方法がないっていうことですから、私は日本の国のありようを考えた場合に、 これから先の将来の子供たちにどういう国の形を残すのかという私はエネルギー政策の大転換いると思うんですで、原発で働いてる人もいるし電力会社も大変ですよですから公正な移行をするそして電力会社が移行していくときに国がどうするかというようなことをしっかり考えていかないと私はむしろこれどんどん重荷になっちゃって核のゴミとかが日本が成長ができない阻害要因になるんじゃないかと いうことを申し上げて終わります。